ブランタカナデンシス、カナダガンは顔に白いラインが入り、頭と首が黒く、体が茶色の羽で覆われた狩り、カナダが元も言う。北アメリカのカナダとアメリカ合衆国の寒冷地域及び温暖地域に生息し、ヨーロッパ北部に渡ることもある。これまでイギリス、ニュージーランド、アルゼンチン、チリ、フォークランド諸島でも生息が確認されている。多くのガン、ガチョウと、 同様、カナダガンは装飾の渡り鳥であり、淡水近辺を好む傾向がある。食料に困らず自生の外敵の少ない都心や、開発地域などでも繁殖コロニーを形成しており、公園で生息する鳥として知られている。ただし作物を食い荒らし、騒音、排泄、縄張り意識の問題などで害鳥と考えられることも、ある。また北米では、水辺の狩猟の獲物となることが多い。 18世紀の生物学者であるカール・フォン・リンネによる自然の体系にカナダガンの記述がある黒眼族の黒っぽい羽で覆われたカナダガン種で灰色のマガン族と区別している。種のカナデンシスという言葉はカナダからお意味する近代ラテン語であるオックスフォード英語辞典によると1772年にはカナダグースという言葉が使用されていた学術的のみならず 交互的にもカナダグースと呼ばれている。従来、シジュウカラガンもアッシュとされていたが、現在は別種となった。2004年、アメリカ長学会はカナダガンを二つの種に分類した。すなわち大型のアッシュを本種カナダガンカナダグースに、アッシュシジュウカラガンやアッシュ、姫シジュウカラガンを含む小型アッシュをキャカリンググースとしてそれぞれ別種に分類した。2005年6月、 イギリス蝶学会でもこれを採用した。日本でも日本蝶学会が2012年の日本、鳥類目録改定第7版でこれを採用した。アメリカ蝶学会は、カナダガンとシジュカラガンを多くの亜種に分類している。カナダガンの亜種を以下に示す、カナダガンとシジュカラガンの違いは混同しやすく、鳥類学者の間で議論を引き起こすことがある。特に小さめのカナダガン。 大きめの四重カラガンは一層議論の的となる。中カナダガンは、ブランタカナデンシスタバーネリーと、ブランタカナデンシスミニマ、ブランタカナデンシスオキデンタリス、ブランタカナデンシスパーバイプスとの雑誌と考えられていた。また、カオジロガンは、四重カラガン系の派生として区別され、一方ハワイガンは、カナダガンの派生とされている。黄色い羽毛のひなどり四重カラガンや、カオジロガンと似て、 顎が白い羽毛で覆われ頭と首は黒く他のがん、ガチョウと際がある。上記の亜種7種はサイズや羽毛の種類が幅広い。この全てがカナダガンの亜種とされているが小さい種は四重カラガンと見分けることが難しい。しかしリチャードソンが命名したブランタ H8 人際を除く四重カラガンの多くの亜種が小さいと考えられている。最小の四重カラガンは ブランタ H ミニマだが、マガモほど大きくない。小さいカナダガンと大きいシジュカラガンを比較すると、シジュカラガンは首が短く、くちばしが小さく、便利である場合がある。マガンや黒ガンなどの新生ガンの中でもカナダガンは平均的に最大の種であるが、属が遠いガン、カチョウと名のついた他の種は、爪場ガンやロ婆バシガンのように平均的に重い。 カナダガンの体長は75から110センチメートルで、翼腹は127、185センチメートルである。標準的なサイズでは、翼弦は39から55センチメートル、足は6.9から10.6センチメートル、くちばしは4.1から6.8センチメートルである。最大の足はオニカナダガンで、四重カラガン以外の最小の足は中カナダガンである。これまで発見された。 オニカナダガン最大のものは、オスで、翌服2.24メートルとなり、8キログラムを超えて10.9キログラムであった。これは、他の種と比較しても、ガン、ガチョウで最大のものとなった。通常オスは2.66.5キログラム約6.5キログラムで、すべての足を平均すると3.9キログラムである。 メスは見た目ほとんどオスと変わらないが、やや軽量の 2.45.5kg 約 5.5kg で、すべての足を平均すると 3.6kg でオスより、約10%小さい。オスとメスでは、鳴き声が違い、オスの方が響く。1966年3月、イングランドの同ドセットにある、ブラウンシー島でのカナダガンの鳴き声ニューヨーク州、イースとヒルズの芝生ワシントン州。 スポケーン川飛ぶ、群れ図は、ほとんどの場合水の近くにある。北米では現在では、ありふれた鳥である。民家近くの水辺でも、群れだ草を食べているのをよく見かける。北米に自生し、カナダやアメリカ合衆国北部で繁殖し、あちこちに生息しているが、古代湖地域にとても多く生息している。東海岸や西海岸のほぼ全域を含み繁殖地域の南部に、 年間を通して生息する。冬季北部からカリフォルニア州及びアメリカ合衆国南部のサウスカロライナ州とメキシコ北部の間にわたる渡り鳥として現れることが多い。20世紀初頭まで過度な狩猟や19世紀後期及び20世紀初頭の生息地の減少により、自生数が激減した。1 9五十年代にアシュのオニカナダガンは絶滅したとされたが、 1962年、イリノイ自然歴史研究会のハロルド・ハンソンにより、ミネソタ州ロチェスターで、少数の群れが越冬しているのを発見された。1964年、ノースダコタ州、ジェイムズタウン近郊に野生生物研究センターが設立された。初代所長のハーベー・ケネルソンは、ホレストリーにミネソタオフィスを離れ、センターの繁殖及び復元プログラムに携わるよう、 説得した。フォレストはすぐに都外64組をそれぞれの策に入れて調査した。このプロジェクトは民間、州、連邦政府からの資金で運営され、多くのグループが提携しながら専門家が行っていた。1981年終盤までに6000以上のオニカナダガンガノースダコタ州の26八83カ所で自然に返された。狩猟法改正、生息地の整備。 保護プログラムにより、その生息地の多くで、個体数が復元されたが、自生の種、特にアシュの黒カナダガンはまだ減少傾向にある。近年、地域によって、カナダガンの個体数は増え、排泄物や、それに含まれるバクテリア、騒音、攻撃性から外調と考えられることが増えてきている。自然界での捕食が減ったことで安全性が高まり、ゴルフ場、 公園、海浜などの都市計画により、餌の豊富な人口の水辺が増加していることが一因とされる。様々な種の渡り鳥と、渡り鳥でない大きめの種の荒廃により、カナダガンは、このような都市環境に年中生息していることが多くなってきている。通常の渡り鳥と違い、カナダガンは、カナダのブリティッシュコロンビア州エスキモルド、ワシントン DC のチェサピーク湾、バージニア州のジェームズ川、 ノースカロライナ州のリサーチトライアングルやヒルズボロ近郊などに大きな群れで永住する。南はフロリダ州まで永住域が広がることもあり、アパートの貯水池などに生息する。また、カリフォルニア州北部のサンフランシスコ米エリアのほぼ全域でも多く見られる。2015年、オハイオ州のカナダガンの個体数は約13万と伝えられ、増加傾向にある。 もともと渡り鳥であったガンの多くは夏の間も生息地に止まっていると報じられている。都市部では外敵が少なく水を呼びよく手入れされた芝生が豊富であることが一因とされる。南北戦争後、オハイオ州でカナダガンは駆除されたが1956年、津外十組が再導入され1979年には1万8000に増えた。カナダガン保護の観点から 飼料期間は9月1日から15日まで、1日後は、までと定められている。ユーラシア、編集ウェールズのスマンチェスターの公園で餌をねだる、鳥類標識調査によると、カナダガンの生息地は、北ヨーロッパにも広がっている。これらには中カナダガンなどの亜種も含まれる。また、シベリア西部のカムチャッカ半島や中国西部などでも、見られる。ヨーロッパにも生息し、 グレートブリテンとアイルランド、オランダ、ベルギー、フランス、ドイツ、スカンディナビア、フィンランドでも見られる。ヨーロッパのガンの多くは渡り鳥ではないが、スウェーデンやフィンランドの北部のガンは、北海やバルト海に渡る。野鳥は公園でよく見られ、地域によっては外鳥となる。十七世紀初頭、探検家のサミュエルド・シャンプランは、ルイ十三世へのプレゼントとして、 を何組か送った17世紀後期、ジェームズ2世のセントジェームズパークでの水徴コレクションとして、イギリスに初めてガンが導入された。20世紀、ドイツとスカンディナビア、1929年にスウェーデンに導入された。イギリスではハンターにより広められたが、20世紀まであまり知られなかった。1953年には2200から4000まで増え、 農作業の変化や都市開発により新たな生息地ができて1999年には8万2000まで増えた。ヨーロッパの鳥の多くはオニカナダガンなどカナダガンの亜種から来ているニュージーランド。編集詳細は EN カナダゲーセイニュージーランドを参照1905年狩猟のためにニュージーランドに導入された。しかし芝生を荒らし、 作物に損害を与えるため地域によって問題となった。野生生物保護法で守られ、狩猟法で個体数を管理され、数が多すぎればまびかれる。2011年保護法が撤廃され、誰でも捕獲できるようになった。日本、編集日本では大カナダガンと見られるアシュが外来生物法で外来生物に指定された。さらに2014年5月に、 大型鳥類では初めて特定外来生物として指定され、飼育と輸入が原則禁止された。その背景は、2010年のピーク時には、関東地方を中心に、約100羽が定着していたとされ、ガチョウとの交雑や、農作物への食害が確認された。絶滅が危ぶまれる、シジュウカラガンとの交雑も懸念された。2015年12月、環境省は、官民の防除の結果、 国内ではゼロになったとみられるとした。特定外来生物の根絶成功は外来生物法施行後初めてとされる。新たな定着を予防するため、今後も指定は継続される。オックスフォードシャーにて、毛ロいニュージャージー州にて、飛行多くのガンと同様、アメリカ合衆国の越冬地域のカナダガンのほとんどが渡り鳥である。V 字型飛行で渡る。 カナダガンの大きな群れから聞こえる鳴き声は春、または秋の訪れを告げる。生息地や食料調達地の変化により、飛行ルートが変わることもある。カリフォルニア州から五大湖では、温和な気候により、冬季でも十分に食料が調達でき、自然の外敵の減少により渡らなくなってきている。繁殖地域やそのあたりで、オスは敵対行動を示す。この行動は、 同士間で死に至ることは滅多にない。ただし一例として黒岩が縄張りに侵入し、巣を保護するため反撃して1時間の争いの末、黒岩が亡くなったことがある。死因は、カナダ岩が黒岩の頭をつついて泥に突っ込んだための窒息、または泥での歴史であった。研究者は、ホルモンレベルの上昇や黒岩が何らかの理由で逃げることができなかったためと推測した。 カナダガンは基本的に草食動物だが小さい昆虫や魚類を食べることもある。カナダガンの食料には緑の葉や穀物などが含まれ地上にいるときは様々な草本を食べる。くちばしで草の葉をつかみ頭を引いて引きちぎる。また豆、小麦などの穀物、米、トウモロコシも食べることがある。水辺ではそこにあるシルトや海藻などの水生植物も食べる。 都市部では、ゴミ箱から食べ物を拾うことで知られる。ドイツのビースバーデン博物館の卵コレクションひな、イギリスの運河でフォーメーションを作る親子2歳で伴侶を見つける。一夫一夫制で、ほとんどの夫婦が一生襲い遂げる。片方が亡くなると新たな伴侶を見つけることもある。メスは2個から9個、平均で5個の卵を産み、孵化の間両親ともスを守るが、オスより、 メスの方が巣で過ごす時間が長い。巣は通常、小川、湖、池の近くの丘にあることが多く、稀にアメリカビーバーの巣の上にあることもある。卵は植物のある浅いくぼみに生まれる。メスは24日から28日観覧を抱き、その間オスは近くにいる。夏場に羽が生え変わるが、産卵期にも生え変わる。成長は20日から40日かけて風切り葉を落とし、 ヒナが飛べるようになる頃に復活する。ヒナは孵化するとすぐに歩き、泳ぎ、成長と同じような食料を自身で探すことができる。ヒナは、両親の後をついていくことが多く、通常片親が、前、もう片方の親が後ろにつく。両親はヒナを守るため、小さな黒うたどりから人間まで近づく者にはまず、泣き声で威嚇し、それでも離れなかったりヒナを捕まえようとした場合は、 噛みついたり翼で叩いたり、攻撃的に追い払うこともある。卵を狙う、種の多くはヒナも狙う。両親は、馴染みのない癌には敵意を抱くが、少ない成長と多くのヒナのグループを形成し、他者のこの面倒を見ることもある。生後6週から9週で、巣立ちの段階に入る。生誕地に戻り、春の渡りの後に、両親の元を離れる。オンタリオ州をたわにて、 春の渡りの最池で休息を取るカナダガンは季節によって渡ることで知られる。カナダガンの多くは立ち寄った場所、休息を取った場所で他の群れに加わる。9月から11月上旬に秋の渡りが行われる。早く渡るガンは休息地で過ごす時間が短い傾向があり早く渡る。遅く渡るガンは通常休息地で過ごす時間が長い。 ガンの多くが毎年同じ巣に帰り卵を産み、毎年同様に子育てする。これらは西海岸での鳥類標識調査により記録された。高度 1km を V 字型を形成して飛行する。これまで確認された最高高度は 9km である。カナダガンゴアによる低空飛行 V 字型飛行は研究対象となっている。戦闘はよりエネルギーを消費するため交代制となっている。 温暖地よりも寒冷地の方をより早く離れる。長い渡りの直後は、甲状腺ホルモンの T3 や T4 が上昇する。長期間の渡りのため、体を助ける T4 を甲状腺がより多く送ることに起因しているとされる。T4 レベルの増加は、胸筋の筋肉量の増加と関係し、代謝促進と体温保持により、長期間の渡りに耐えうると考えられている。 また渡り中にコルチコステイロンなどのストレスホルモンのレベルが急上昇するという研究結果も出ている。野生の癌の寿命は10年から24年である。イギリスの鳥類標識調査によると最長時は、ヨーク大学に生息していた31歳であった。本能的に水辺の高い場所に巣を作る。写真は、ビーバーの巣の上にいる、メス卵やヒナを狙う敵は、雇用で、北極狐、アライグマ、 赤ギツネ、大きなカモメ、渡タリガラス、アメリカガラス、ハシボソガラス、ヒグマ、アメリカグマなどである。成長になるとその体のサイズや攻撃性により、獲物になることは滅多にないが、怪我などで弱っている場合は餌食になる場合がある。狩猟を行う人間以外に、コヨーテやオオカミなどがカナダガンを狙う。成長を狙う鳥類ではシロフクロウ、イヌワシ、 白頭ワシなどが知られる。稀に、アメリカワシミミズク、ハヤブサ、シ白ハヤブサも成長を狙うことがある。縄張り内のオスは強く、大きなオスには敵も諦める。オスは通常敵が近づくことに敏感で、敵が近づくと仲間のオスに知らせることもある。白頭ワシが近くにいても無関心であることがあるが、ワシが狩りの姿勢を見せた時の未眼は集団で飛び立つ。 人間に対してはファンターには警戒するが、普段は人慣れしており、特に餌をくれる人間には恐れない。塩分は、ヒナの成長や発達に役に立つ。炭水がなく塩分が低いと、成長や発達を妨げしに至ることもある。生後6日頃に、花の塩類腺が発達する前のヒナはこれに、敏感である。H5N1 夜景などの鳥インフルエンザにかかりやすい。研究によると、 ウイルスの拡散を監視しやすく、感染した鳥の集団死の理由が判明しやすい。他のウイルスが発見される前にも H5N1 の抗体があった可能性がある。オレゴン州セーラムの建築会社の駐車場にいるカナダガンの家族、母鳥は骨材の層に巣を作った。駐車場に巣を作ったカナダガン北米では渡らない。カナダガンの割合が高くなってきている。 渡り鳥を見かけるのが稀であった、ゴルフコース、駐車場、都心の公園などでしばしば、カナダガンを見受けられる。人口の場所への適応力があり、北米で最も一般的な水鳥となっている。多くの地域では足らない。カナダガンは人間にとって、外鳥扱いされることがある。海岸では、糞便大腸菌群の増加の原因を疑われている。狩猟が盛んな季節になると、 鳥の群れを羽ばたかせるため、犬が追うので鳴き声による騒音が高まる。自然保護活動団体は、減少してきている渡り鳥ではなく、増加してきて、外鳥ともなっている渡らない鳥の狩猟を推奨している。1999年から、アメリカ合衆国農務省野生生物局は、主な都心や密生地でのカナダガンの間引きを行っている。カナダガンが増加している。 または排泄物の被害を受けている地方自治体やゴルフコースなどの私有地所有者を対象としている人口の個体管理として卵を一旦回収して排発生を止めて戻したり巣を破壊することもあるアメリカやカナダではカナダガンは渡り鳥保護条約により飼料あるいは飼料機関外の捕獲から保護されている両国ではこれらの売買などの小取引はほぼ 禁止されており、所有、狩猟、生活への干渉は制限されている。イギリスでは他の自生の鳥と同様、カナダガンの巣や卵は法律で完全に保護されており許可なく除去することはできず、狩猟は一般的に狩猟機関のみに限定されている。カナダガンは自身、またはヒナが危険にさらされていると感じた場合に攻撃的になる。まず直立し、 羽を広げ、シューという音を出す。次に突進し、その後噛んだり、羽で叩いたりする。カナダガンによる航空機へのバードストライクが多数存在する。体の大きさや群れでの飛行がその衝撃を悪化させる。アメリカではカナダガンはヒメコンドルに続いて2番目に航空機へのバードストライクの被害が大きい。カナダガンは航空機のエンジンに当たると致命傷となる。 1995年、アラスカ州、エルメンドルフ空軍基地にて、アメリカ空軍 E-3 が、離陸時カナダガンの群れに衝突し、両火事のエンジンのパワーを失った。滑走路から2マイルのところでこの事故が起こり、乗員24名が亡くなった。この事故以降、巣の移動、集約、間引きに力を入れるようになった。二千九年、カナダガンの渡りの群れとの衝突により、カナダガンが、 機体エンジンに吸い込まれ US Airways 1549便が離陸直後にパワーを完全に失う US Airways 1549便富士着水事故が発生した。機長のチェズレー・サレンバー側はハドソン側に緊急着水させ軽傷で済んだ。一般的な野鳥のカナダガンは特に自然地域で狩猟化の一般的なターゲットとなっている。アイオワ州立大学の農業環境研究者の ドレイク・ラースンは、アトランティック市に、とても美味しい、脂肪分の少ない、良い肉質である。上質の牛肉に似ていると記した。しかし、英国鳥類学協会は、最も食用に適さない鳥の一つと記した。カナダガンは養殖されることは、ほとんどなく、規制されていることと天然の鳥を裁く、食肉処理場が少ないため天然のカナダガン肉を手に入れることは難しい。 ニューヨークの空港近辺では、間引きが行われるため、ペンシルバニア州のフードバンクに寄付される。2011年現在、カナダガ肉の販売はイギリスでは許可されておらず、土地所有者の一部は狩猟での肉の販売収入とならないためこの規則に反対している。2000年、北米での個体数は400万から500万羽の間と見積もられた。1983年から2003年、 カンザス州ウィチタでの20年間にわたる調査で当期の市内の個体数は1600羽から18000羽に増えた。ありがとうございます。